ルセラフィムの和葉がグループの海外スケジュールのため空港に向かう際に健康的に引き締まった体型を見せてくれました。7月8日、ルセラフィムの和葉はグループメンバーと共に海外スケジュールに参加するため韓国を出国しました。あるネチズンはルセラフィム和葉爽やかな服装で出国というタイトルでオンラインコミュニティフォーラムの投稿を作成し、和葉が黒のクロップトップを着ている写真を掲載しました。美しいウエストライン、鍛えられた腹筋、おへそまで見える露出度の高い格好で颯爽と歩く和葉の姿にネチズンからたくさんの反応が上がっています。彼女の体は最高、私のお手本です、ピュアな感じがいい、和葉は鍛えられた体だから好感が持てる、あの体格を維持するために彼女は非常にハードなトレーニングをしているので、その筋肉を見てあげてください。あの筋肉、本当にかっこいいと思った。こういう自信にあふれた感じの女性が大好き。体つきがかっこいいし、骨が細い感じがしない。ただ細いだけじゃないのがいい。可愛くてかっこいい。彼女は完璧です。和葉最高。見てるだけで羨ましい。和葉の写真を見てトレーニングを始めました。鍛え抜かれた和葉のスタイルを絶賛するコメントがある一方で、空港を歩くファッションとしては露出度が高すぎるのではないかという声も上がっています。空港内を歩くにはふさわしくないファッションだと思います。搭乗前に何か肌を隠すものを着ていてほしい。飛行機の座席に何時間も裸の肌をこすりつけている人がいるのはちょっと。また隣を歩く桜が和葉の体を見つめていることに気づいたファンもいます。あからさまに和葉の体を見ている桜、桜の視線が意味深だ。桜の気持ちはわかる。隣にこんな素晴らしい体があったら見ずにはいられないでしょう。さまざまな意見が上がっていますが、和葉のスタイルが完璧であることは誰も異論がないようです。